今日の主役は三重県紀宝町ウミガメ公園の赤ウミガメ。大きな頭が特徴なんですよ。比較的温暖な海に生息し、日本の海岸で産卵することでも知られています。そんな赤ウミガメを飼育するのは道の駅紀宝町ウミガメ公園。怪我などをしたウミガメを保護し海に返す活動をしています。現在赤ウミガメは一昨年生まれた赤ちゃん2頭と6歳の計3頭が暮らしています。他にも青ウミガメ、タイマイの姿も。この3種類のウミガメ、どうやって見分けるかというと、頭の形を見ると結構簡単に見分けることができまして、それぞれ主食にしている生き物が違うので。タイマイはサンゴの隙間にいる海綿という生き物を食べるので、細長いくちばしをしていて、隣の青ウミガメとは違います。その青ウミガメは海藻なども食べ草食の傾向。噛む力があまり強くないため小顔です。そして赤ウミガメは、甲殻類ですとか貝とか硬いものを食べてるので、非常に頭が大きく、くちばしもすごい分厚いですね。この時はエビを殻ごとボリボリと噛み砕いていました。そんな3種類のウミガメ、共通することもあるんです。ご飯食べるときですね。ここでクイズです。ウミガメたち、あることをしながらご飯を食べるんです。一体何をしながら食べるのでしょうか。赤ウミガメのご飯の様子から鼻に注目してくださいね。青ウミガメとタイマイも、あ、水出てますね。ということで正解は鼻から水を出すでした。ウミガメたちの鼻の穴はですね、直接口の中に開口しているので、口の中に水が、たくさん入ってきた時、お鼻から水が出てきます。スタッフはその姿を花ビームと呼んでいるとか。こちらでは餌やりも体験できるので、運がいいとこの花ビーム見られるかもしれません。ウミガメたちが快適に暮らすために掃除も欠かせません。この日伊藤さんが掃除を始めると、青ウミガメたちが近くに寄ってきました。彼ら甲羅を磨いてもらおうとしているんです。青ウミガメはですね、野生でも自分の甲羅が汚れていると岩場でこすったりとか習性があるので、ブラシを持っている飼育員にちょっと落としてもらおうと寄ってきたんだと思います。一方赤ウミガメは掃除の時間になると違う反応を見せるんです。ここでクイズです。ブラシを使って掃除を始めた時、赤ウミガメは一体どんな反応を見せるのでしょうか。正解はブラシに噛みつくでした。赤ウミガメは青ウミガメに比べてちょっと獰猛な性格をしているので、好奇心もあるのかわからないんですけど、とりあえず噛んでおこうかなぐらいで追っかけ回したのかも。3日に1回するというこの掃除、飼育員さんは青ウミガメの甲羅を磨いたり赤ウミガメに手を焼いたりと大忙しなんだとか。